さ、はい、めっちゃ釣れるよね。釣れてる。めっちゃ釣れてる。徳やんが動画外でいっぱい釣るの、まあ、昼間、はい、サイズ言って40前半ぐらいなのが3匹と40いかなかったのが1匹です。前半か。元気があってよろしいわ。でも40アップ3本と3パチって言ってたっけ、はい、3パチ、ね、3パチが釣れてる。じゃあ今日は徳ちゃんがいっぱい釣ってくれるんだろうな。もう運を使い果たしたかもしれませんけど、コンビニ寄せほしかったコンビニは寄りませんと。じゃあまあとりあえず、はい、2週間ぐらい前に好調だった川を久しぶりに行ってみようか。行ってみましょう、うん、あそこどうすかね徳次郎先輩。いやー釣れる気しかせえですね。マジ？それはあの川がいいかもとかそういうんじゃなくて、はい、もう春だからどこ行っても釣れるだろうっていう。いや、あそこだからっていうのもある。ありますね。へえー、はい、どんな理由？理由は周りも釣れてるから簡単な理由だな。でもまあそれ一番貴重な情報、はい、うん、イージーに釣れるんじゃないかなと。じゃあ行きますか。そこに行きましょう。じゃあ気合い入れて、いくぞ。はい、せーの、えい。はい、着きましたよ、二人さん。じゃあ先々週ぐらい調子が良かった川ですよ。俺じゃダンクル来そう。ダンクル来そう、マジ。 春最強でしょ、あれ。春最強なんだ。スイムベイト、スイムジグ系は春いい、はい、もうお尻ブリブリするやつがいい、はいはい、あ、本当だ、お尻ブリブリする。あ、キャラメル、キャラメルシャット。よし、じゃあやろう。この辺でいつも釣れようとかな。教えて。ザイ。あれ、水があるとこ。どこだっちゃ釣る。水があるとこに投げたら釣る。ということは、だいたいこちらの木やらね、おいもそう思った。で、そこに投げたら、ハタ君ポイントっていうことやろ。ここ俺ポイント。そこハタポイントよ。ハタポイントやろ。キムポイントはもうちょい右よ。ちょっとブリブリなる？ブリブリ、これ見て、竿先見て、ブル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 なるよ。マジで。ブル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 。わあ、チャターも楽しそうだね。その春はお尻ブリブリが釣れるっていうなら、釣れた？釣れた！おい、嘘嘘嘘嘘嘘！一頭目や！でかいでかいぞこれ！一頭目や！やばいやばい！ちょっと、ちょっと、やばい！でかいって。これ相当でかい。うわうわー50ある50ブリブリ。これどうしようタモタモタモがいい。タモいらんやろ。タモいらん。でかい絶対50ある絶対50ある。頑張れ、マジ頑張って。うわーでかい。どがんすかこれ。完璧や。ハタ君ポイントやろ。やった。うわー一撃これ完璧か。でかうわ。でもギリギリやったね。あの最初悲観やったけんね。ねえ、だって寝がかりって俺が最初先に言ったもんね。なんそれ寝がかりって言った。50ない？50ない。50ない？4パチぐらい。うわ、でもブリブリ。え、ちゃった。うわ、丸のまってない。丸のまないやん。トリシャットテールとか釣れるやろ。おい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 。あ、でも本当に言ってたこの人。俺はチャターじゃん。チャター春はおけつブリブリ、ね、うん、チャターもなんだかんだスイムジグチャターはチャターでーす。春はここで、ね、あのシャットテールつけたらやっぱね。ありがとうやろって言いよっけど、これキム君の力や、ね、やった。おでかー。そうだね、50はないね。測ってみようか。あ、測ってみよう。確かに50はない。でもナイスバス。46やね。46、47かな。測ってみよう。やったー、これピーな。よし、
測ります。計測お願いします。俺多分47あると思うけどな。わあ本当だ、50はないね。47 47 47。わあ47 47 47イエーイ。いいね、いい感じやね。いいね、キム。うえい、キムはやっぱり鶴ね。おお邪魔された、邪魔されたから仕方。気持ちキャンセルされた。気持ちさせんの。気持ちキャンセル、気持ちキャンセル気持ちさせんの。こうしたらかっこよくない、なんか、かっこいい、かっこいい。ナイスやん、いいバス、いいバス、一発。キム君はやっぱ釣るね、本当に本当に、うん、キム君は本当やっぱ釣るね。でもこれ、実力っすかね。うんっす、うんっす、うんっす。バス釣りは、バス釣りはうんっす。あ、そういうことですね、うんっす。うわ、でもナイスバス、ありがとうございます。いえ、あと1匹ぐらい釣ろうぜ。さっきのシャットのワームがちょっとボロボロになったけん、ユライさんからアンモンもらって、うん、で、七福ついているよ。そう、七福のあのこの延長する部分を取って、うんうんうん、あ、直でつけたって。ずっとここまで来てしまうから。しかも。で、しかも気づいたよ俺も。で、その上からあのスピナーベイトとかトレーラーのつけるゴムやろ。これね、ちょっと待ってて。これね、うん、スピナーベイトとかのトレーラーつけるゴムを刺して、もう七福そのまんまあって。そうそうそう、ここまで来ると多分動かなくなる。俺そこまでつけてる。あ、でもそっちが良さそうだね。うん、全体的にこうプルプルになってくる。さっき川市だったからね。そうそう、危なんか怖いからちょっとつけてみて。なるほど、頑張って頑張って。はい、しまじろうくんの 隣鉄路かな、この辺で。やっぱボトムに当てたら来た、うん、飛ぶーちゃった。来たよ、釣れたよ。ああ、そっ、まあまあよ。これは抜け上げれる。よいしょ、おい。釣れた？釣れた。なんでその持ち方？いや落ちたけんやった。おお、うん、ああ三パチぐらいありそう。おお、いいじゃんいいじゃん。七ないぐらい。ブリブリ、またチャタで釣れた？やるやん。あれ、しまじろうさっき投げてたぞ。投げよったね。色とかやっぱチャターが効くのかな。いや色やろ、ね、色かな、多分色。どう、いいのいいの、おいナイスバス、完璧やん。ちなみにフックは、うん、あ、っていうか上げた瞬間バレたってことは、そう、多分それでもね、うん、かわいちっていうかギリギリアシストギリギリやった、うん、あ、じゃあアシストつけとって大正解やん。アシストつけて大正解、完璧やね、ちゃった。ちなみに今つけてるのはアンモナイトシャット。はい。で、これ、ジャッカルのチャッターかな。ジャッカルのチャッター。うん、で、前回はその前に使ってたワームは、ワームは、ワンアップ。ワンアップシャット。ナイスバス、完璧やん。ありがとうございます。うわ、今日キム、絶好調。気持ちいい！手つった、指つった、指つった、痛い痛い、指つった、痛い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 。いやでもマジすごいね今日。で、最近ほんと釣ってたんかったのにね。春バックマジ今来てますね。だってここ1週間で40アップ何本釣ったかわからんぐらいある。全員メンバー合わせたら15ぐらい釣ってそう。すげえな、プライベートも合わせたらだけど、すごいな春バック。あのね、1回目2回目の釣り方一緒やった。あ、マジ、あのここ2、3メーター先までほら入ってるじゃん、うん、なんか水中の中に、水中ウィードなんか、マジで、うん、今、ま、いつもウィードあるやつがちょっと1週間ぐらい前に来たらもう緑になって生えかけてた感じで、今増水してちょっと隠れてる。そう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 、じゃあ沈めたがいい感じやろ。ちょっとね、やっとわかった。ずっと中層馬バラ引きよった。あ、騙されとった、騙されとった。じゃあ次釣れる。仲間うちで教えてくれんもん。あ、じゃあ釣れる次。いや、そういうばっかりは、うんっす。なるほどね、巻いてるやつに、うん、うんうんうん、当てるっていうか、コンタクトさせながらの、コンタクト、そう、コンタクトよ。だけん、ちょうどこの、うん、この手前側にウィードが、うん、両端にここ入るもんね、奥と手前。そのウィードの中をガンガン当てながら、そうそうそう、引いてきたわけだね。
ナイスパス。ありがとうございます。1メートル、1メーター50ぐらいのところら辺にだいたいあっていうことやろ。それのこうやろ。わかったわかった。来たんじゃないこれ。え、マジで？そう。バカだれ。ぶちころコンタレが。仕返ししたったよ。コンタレ。コンタレが。釣れたね。釣れた。よかった。丸坊主やった。丸坊主かい。47と38ぐらいだったっけ、35ぐらいやったかな。あ、でもほんと春の爆鳥来ました、完全に。いや多分ね、爆鳥ではない、うん、やっぱ10匹から10匹から爆鳥、まだ爆鳥じゃない、はい、まあでも釣れとろうけ、ここ来て多分15分か20分の間に2匹ポンポンって釣れたけど、うん、あれから1時間ちょいやって反応なしと、まあだから良かったんじゃないかな、面白かったな、うん、面白かったやろ、面白かった。じゃあそういうことで、はい、また見てね、ありやした、ありやした。